ははいこんばんばトーマツグキです、はい、今日はですねあの昨日行われた名護市長選挙についてお話ししたいと思いますあの現職だった稲峰進氏が負けてしまいあれですねあの戸口さん戸口武豊氏が勝ちましたはいあの稲峰さんは驚きな あですね、基地反対派移設反対派ですねはい移設反対派であの渡、ー、口さんはまあ移設まあ移設そうですね容認派まあ反賛成でも反対でもない,ないみたいなんですけどまあそれよりかはあの経済のところをなんか重視中視していきたいと思ってるみたいですねはいまあ一応 徳さんが僕的には戸口さんが買ってよかったと思いますね。まあ、名護市は、まあ、今のところ、ね、ちょっといろいろとね経済的にちょっといろいろあるみたいなので特に辺野古はねあの下水道がないんですよね。それをなんかなんとか工事しておきたいっていうのがあるみたいです。もうだから一応、ね、名護市はこれから、ね、発展していくと思いますね、はい、経済的にね。 田口さんがな、まあね、んがとかすると思いますね期待していきたいと思いますね僕的にはまあ僕は名護市民ではないですからはいまあ沖縄県民としてだとまあ徳さんを支持したいと思っていますまあねあの名護市民の皆さんもいろいろとねあの あったと思います、ねまあ稲峰さんはまあ反対反対反対ばっかりですからちょっとね <laughs> うんまあね稲峰さんはもうちょっとねあのパンダを誘致するとか言ったりねもうね沖縄にパンダ置いて何なのかがちょっと分かんないんですけど一応もうえのこ反対ばっかりですからもうなんとかねあの経済について もっっとと重視するべきだったと思いますね稲見さんの場合は、まあね、今年はね沖縄県知事選挙もあるのではい確かそう秋ぐらい今年の秋ぐらいにあるみたいなんですけどまあおなかさんが勝つのか負けるのか分かんないですけどまあおなかさんは厳しくなっていくためにも少し選挙でねまあ動かがあれですけどねどうなのか気になります。 はい、まあこれからねあの辺野古の、まあ、普天間基地の移設先になる名護市なんですけどねどうなるのかがちょっとねあれですねはいまあ徳地さん当選おめでとうございます、はい、ではご視聴ありがとうございましたでは失礼します